どうも、ハイチーです。今日は10月5日、金曜日には投稿してるんですけど、明日から3連休の方多いと思うんですよ。10月8日が体育の日なんですよね。土日月って休みの方いると思うんですが、このね、3連休で、ぜひ、まあ、1時間ぐらいで構わないんで、ちょっと時間を取ってね、やっておいてほしいことがあって、それを今回ちょっと話していきます。だから3連休終わった後にね、この動画にたまたま見かけてみた方はさ、終わってんじゃんってなるかもしれないんですけど、見たタイミングでも構わないです。まあ、その日とかその次の日でもいいんですけど、1時間と時間をとって、あることをね、考えてほしい。で、何かっていうと、定期テストが控えてる方、まあ、受験生じゃなくてね、受験生じゃない方は、その定期テストまでの期間でもいいし、受験を控えてる方は、まあ、受験まで行ければいいんですけど、ちょっと遠い場合は、冬休みが始まるまで。まあ、もっと短かったら10月、11月だけでも構わないんで、ここの勉強計画をもう一回ね、まあ見直してほしいっていうか、考え直してほしいです。これ、ね、ぜひやってください。で、ここしかないよ。3連休前にたまたまこの動画見てくれてる方はここしかない。やるんだったら。なんでかっていうと、その9月の後半から10月っていうのはね、受験生中だるみしやすいんですよ。気がちょっと抜けやすいんですよね。頭に入ってこないとか。で、その勉強計画も、そのね、気が抜けてる時って、契約立てるじゃないですか。ルーズになりやすいんですよ。破りやすいというか、まあ、ちょっといっか、みたいな気持ちになりやすくって、そこをね、もう一回キュッて締め直してほしい。計画っていうのは、立てることに意味があるんじゃなくて、こなすことに意味がある。ちゃんとそれ通りやることに意味があるのね。だから、今からそう気が抜けてる状態でも構わないので、もう一回立て直して、本当にやれる計画を立てないと、ガタガタいくよ、この先。もっと崩れていく。で、今まで9月っていうのは9月の後半さ、3連休2回続いたんですよね。で、10月今週は普通だったんですけど、今回また3連休続いてる、続く3連休があるわけですよ。あ、3連休、3連休、普通3連休って来てて、で、この後がないんですよね、もう3連休。11月の23、勤労感謝かなんかで金土日がまた3連休なんですけど、そこしかないんですよ。冬休みまであと1回しか。で、この、その3連休っていうのは、まあ、3日休みだからさ、さすがに気が緩むというか、まあ、ちょっと気が楽になるわけ。受験生のプレッシャーかかってる方も、あ、時間あるし、ちょっと頑張れるかも、みたいな、ふうに思うんですけど、それがもうないんですよね。で、その、切羽詰まってきてから、計画を見直しても、計画がね、うまく機能しないんですよ。気持ちが切羽詰まってるから、詰め込もうとするんだよね。で、詰め込もうとして立った契約ってこなせないんですよ。詰め込んでるから。だから、今ちょっとまだ気持ちに余裕があるこの段階で、もう一回今の自分を見つめ直して、どれぐらいレベルが足らないのかなって、今の自分には何が足りないのかな、何をやんなきゃいけないのかなっていうのを、まあリストアップする。書いて。で、それをじゃあ、いつまでの期間に、例えば10月中にどこまで終わさなきゃいけないのかっていうそのペース配分ね。11月の終わりまでにここまでじゃなくて、それを細分化していくの。ここまで終わしたいんだったら、じゃあ10月の終わりまでにここまでと。じゃあ、10月の終わりにここまでやんなきゃいけないんだったら、今週はここまでだよね、みたいな。風に細分化どんどん細かくしていくっていうのをもう一回立て直してください。計画がちゃんとしたものを立てれてる人はこの後ちゃんと機能するよ。勉強がうまくいくよ。その分逆に言うとちゃんと立ててないといろいろガタガタなるから、その時の気分だけで勉強してしまう状態になってしまうので、そこで差がついてしまう。そうなってほしくないので、ぜひこの3連休のうちにもう一回自分と向き合って、あの時間ね、もう何時間も取んなくて構わないから、長くても1時間とかで構わないので、その時間勉強してと思う方いるかもしれないけど、そのね、24時間かける3あるうちの1時間ぐらいね、その後々のさ、後々にいい風になっていくんだったら、大事な1時間になりますんで、ぜひ時間確保して、自分と向き合って勉強計画を立て直すっていう時間をね、ぜひこの3日間で取ってみてください。